創立25周年プレリュード夢の団体対抗戦ドリームラッシュ川崎夢闘争ただいまより開始いたします。選手権入場。第1試合タッグマッチ20分一本勝負。青コーナーより神谷伊織長谷川千佳子。対しまして赤コーナーよりチャンピオンバット吉永。第6試合特別試合全日本女子大 FMW 団体対抗戦30分一本勝負。青コーナーより FMW 木谷エリコ前泊りコシカ。
場全8試合を行います。どうぞご期待ください。ここでファンの皆様に発表いたします。全日本女子プロレスでは来年1993年4月2日横浜アリーナにおきまして創立25周年記念試合オールスタードリームスラム全場イズム爆発を開催いたします。この大会では女子プロレス全団体参加による夢のオールスター戦実現を予定しております。ファンの皆様の応援そしてマスコミ各社の皆様のご協力よろしくお願いいたします。来年4月2日横浜アリーナでの25周年記念試合にどうぞご期待ください。それでは全選手を代表いたしまして 3WA 世界シングルチャンピオンブル中野より挨拶ございます。このリングは戦いの最前線だ。私自身を含め全日本女子は一切妥協しねえぞ。どの団体がすごいのか、そして誰が一番強いのか決めてやろうじゃねえか。女子レスラーみんな上がってこい。今日からが本当のスタートだ。以上で入場セレモニーを終了いたします。選手退場。全日本女子プロレスオフィシャルビデオシリーズドリームラッシュ川崎夢闘争 11.26 川崎市大会の模様をお届けしてまいります。解説はいつものように週刊プロレス次長の宍倉さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆様のお相手は私斉藤文彦が務めさせていただきます。宍倉さん、今日の、まずは見どころを簡単に、はい、今日はとにかく FMW、はい、それに JWP、はい、3団体が揃うということで、はい、まあ、いわゆるオールスター戦ですね。はい、で、そうですね、まあ、はい、来年4月に、はい、夢のオールスター戦予定してますから、はい、まあ、それに向けてのプレリュードという感じですよね。でもまあ事実上のもうこれはオールスター戦ですよね。なるほど、はい、そうですね。タイトルマッチ、5大タイトルマッチということになります、はいはい、特に後半は、はい、全ての試合がもう対抗戦というか対抗ムードいっぱいと。そうですね、1試合1試合が全部メインイベントを足りる、まあ、はい、格闘技戦は当然プロレス対格闘、はい、キックということで、はい、プロレスブルーバージョンにしてもまあ、これ軍団同士の対抗ですから、はい、全てがもう対抗ムードですね。そうですね、宍倉さんとしては FMW 絡みの試合が一番注目だと前。そうですね、一番といえばやはり FMW ですね。そうですね、またWWE 世界タッグの方は JWP の最強タッグが一応今回初参戦ということになりましたから、はい、そうですね、まあ、どちらも同じぐらいに興味深いですけどね。そうですね、はい、また対抗戦ももちろん重要ですけれども、3AA 世界シングル、はい、全日本女子の指標ですので、これもやはり見逃すことはできない。そうですね、はい、もうアジャにとってはもうこれ負けたらもう挑戦しないぐらいの気持ちでいると思います。わかりました、さあそろそろゴングになります。第1試合は20分の一本勝負、赤コーナーにはラスカチョーラスオリエンタレスの三田下田亮選手ですが、さて下田選手、今日はどんな試合を見せてくれますでしょうか。今日はもう早く終わるように、うん、早く終わる、もう速攻狙ってゴールを取りたいと思います。そうです、はい、割と相手は楽だというふうに見てます。そんなことないですけど、やっぱ長谷川千佳子なんで、うん、でも長谷川千佳子を攻めてもつまんないんで、うん、もう神谷選手を標的に狙っていきたいと思います。そうですか、はい、三田選手はどうでしょう。今日の試合は結構タイトル戦とか対抗戦とかあって、うん、自分たちのところは何もないんですけども、うん、他の試合を抜くようにもうそういうファイトで2人で行きたいと思います。はい、大事な第一試合ですので、はい、お客様の心をピシッと掴んでいただきたいと思います。はい、そして青コーナーの神谷長谷川近くの両選手ですが、さて、今日は若い選手を連れての試合となりますけども、はい、どんなふうな試合を見せてくれますかね。やっぱバイソンも今日引退するということで、うん、ジャングルジャック魂を見せたいと思います。なるほど。さて長谷川近く選手はこの大きな大会で大先輩と組ませていただけるチャンスをいただいたので少しでも自分のいいところを見せられるように頑張ります。ちょっと緊張気味ですか。はい、はい、頑張ってくださいね。世代試合タッグマッチ20分一本勝負、青コーナーより神谷より長谷川
そういうわけで始まりましたドリームラッシュ、川崎夢闘争、はい、今入場式見てきたんですけど、もう背筋がゾクゾク鳥肌もんでしたね、しましたね、また今日なんだか人数が多いせいか、リングの中が混み合ってましたね。そうですね、その中に前場のベストメンバーがいるわ、 FMW の2人がいるわ、 JWP のダイナマイト関西と尾崎真由美ですか、はい、そして格闘技戦を行う上風京子と、はい、まあ揃ったもんですよね。いやもう本当、まあ、選手もみんなすごい緊張してると思うんですけど、はい、なんか自分まで緊張しちゃって、もう今のオープニングなんかめちゃくちゃだったなというので、どうもごめんなさい。はい、これから次長のしゃべり、はい、まあ気にせずにね、もうね本当緊張してますよ。また全日本女子プロレスのビッグマッチといいますと、どちらかといいますとですね、客足が遅いんですよね。そうですね、7時頃になると満員になってくると。今日はお客さんの出足非常に早かったですね。もう入場式の時点でもう満杯でした ね、 満杯ですね。僕6時5時頃ですか、はい、会場の外を歩いてみたんですけれども、ものすごい、まあ、月並みな表現ですけど延々長蛇の列になってました。はい、まあ、試合開始前にもうチケット売り切れということで、また今日は対抗戦というテーマがありますから、はい、他の団体のファンというのいますよね。あ、そういうことですね。いわゆる UW じゃないですけれども、密航してきているという気配がします。はい、今日は本当にそういう面では前場初めて見るファンも結構いると思います。そうですね、ですからなおさらのこと、前場だけじゃなくてね、これが女子プロレスであるという戦いを見せていただきたいと思います。そうですね、やはり女子プロレスは食わず嫌いのジャンルですから、だから選手にとってはそういう面を意識せざるを得ないと思いますね。そうですね、僕も女子プロレス一生懸命見るようになるまでに結構時間かかりましたから。あ、はい、リング上はラス・カチョーラス・オリエンタレス、三田悦子・下田美誠が神谷美織・長谷川千佳子の何コンビって言っていいんでしょうね。一応ジャングルジャックですね。そうですね、長谷川は、まあ、ジャングルジャック志望というか、ジャングルジャックの付き人というか、はい、そうですね、はい、まあ、第2試合からはもうタイトルマッチが入ってますから、まあ、今日は第1試合は1本目といいますか、オープニングマッチというよりは本当に今日は前座がないと。そうですね、強いてはこれだけ前座という感じですね。前座というと、まあ、下田と下田美和と大津子はちょっと怒るかもしれません。最近ものすごく頑張ってますから。そうですね、はい、ただまあこれからこの対抗戦ムードになってくると、はい、結構この2人なんかも出番が出番あると思いますね。あると思うんですよね、はい、ですからある意味でタッグチームとしてのカラーをですね、今のうちにその かなりの部分で実力、キャラクターともに確立しておかないと。そうですね、時間はあるようでない、ありませんから、なかなか、はい、みんなそうなんですよ、ですよっていうのは。タッグも結構性格的にはすごく勝ち気というか強いですから、はい、結構そういう対抗戦とかになるとなんか今まで以上に違った一面が出てくるかもしれませんね。はい、気がするんですよね、はい、のんびりしてたらいけないんですよね。特に下田なんか前の格闘技戦の時もそうでしたけど、はい、なんか突如としてなんか切れるというか、そういう時ありますから。そうですね、結構対抗戦には期待できないかなと僕は思ってるんですけどね。今三田が長谷川をコーナーに戻して、神江を出てこいと。顔じゃないってところですね、まあ、長谷川試合にならんというところかもしれないですね。まあ、長谷川もかなり緊張度高いと思いますね、今日あたりは。そうでしょうね、やっぱり新人じゃないですか、はい。また何のなんて言うんでしょうね、予備知識も持たずにですね、この試合を見ているファンにとっては神谷なんかは非常に得するレスラーなんですよね。ずっと全日本女子を見続けているファンにとっては神谷選手というのは実に地味な存在なんですけれども、今日割と新しくこの会場で生の全日本女子を見たファンにとっては神谷選手なんかの印象は、そうですね、強くなるかもしれないですね。そうですね、これは
どこにチャンスが転がってるか分かりませんから、はい、まあ、キックとか政権突きとかありますから結構そういうファンにとっては新鮮に映るかもしれない、ね、そうですね。また神谷選手にとって三田下田は戦いやすいレースじゃないですか。まあ一応後輩だし、あの気持ちの枝は上行ってるでしょうね。そうですね。まあ本当このクラスもみんな対抗戦になってくると当然買い出されるというか形になります、なるでしょうから、そういう意味では腐ることはないと思いますね。今のうちにまあ充電というか蓄えておいてその時に爆発させるという感じで頑張ってほしいですけど、全日本女子プロレス今現役で活躍している選手のほとんどがお相撲で言いますと幕内力士に近いんですよね、全く今若手が手薄なの状態ですから。あ、それは問題ですね。あのそう思いませんか。それは一番の問題です。よくいい意味で言えば各選手の力が非常に接近しているということもありますし、それはすごくいいことなんですけど、その下が欲しいですよね。そうですね、予備軍が今少ないですね、非常に、はい、ですからこの三田下田が今日第1試合ですね1本目戦ったからといっておそらくあの実力的またチャンスさえあれば明日にでもそういうことですね、あの豊田山田にですね、挑戦できるだけのものを持ってますから、はい、で何でもあの聞くところによりますと、はい、あの新人オーディションの応募が非常に少ないということらしいんですね。ですからおそらくですね、新人オーディションの書類が多かった時代というのは、あのクラッシュ伝説の時代なんですよ、ああなりたいというですね憧れですね、そうですね、プロレスラーになりたいんでなくてクラッシュのようになりたいという時代がありましたから、はいはいはい、ですからそうですね、はい、実際新日本プロレスにしても全日本プロレスにしてもあんなに何千通と、履歴書スポーツ歴ですか、が送ってこられているわけではないんですね。もちろんそれはありえないですね。ですから10人の新弟子の中から2人育てばいいということですから、年1年に1名2名の新人を育てていくのは、これは団体としての義務ですからね。おそらくら、あの頃ってのは本当クラシックの時代というのは、ああいうふうに応募者が来たというのは異常だったんでしょうね。それに全員がなんていうでしょう、スポーツ選手だったとは限らないですからね。そうですね、だ今はそういう面で純粋にプロレスとして見てて、まあ、なろうとする人が少ないと。そうですね、で特に今の場合はレベルがレベルですし、トップがブルとかアジャでしょ、ちょっとあの中ではという、ね、自分がなれるとはあの中ではなかなか思えないですよね。そういうためらいがあって当然というか不思議じゃないですよね。またですね、広い意味での女子プロレスというジャンルに対する一般的な認知度、それから理解度が深まれば、アマチュアのスポーツから有望な人材が入ってくるという可能性もあると思います。バレーボールの選手ですね、はい、バスケットボールの選手、それから背の高い陸上の選手、あのあたりが女子プロレスにですね興味を持ってくると非常にいいなと思いますね。それはいいことですね、女子アマレスというジャンルもありますから、はいはい、まあ、バットなんかはやっぱりその空手ではもう本当に上の上にチャンピオンというかクラスで入ったわけですけど、そうですね、またプロレスがやりたくて空手やってるって人もいますから、ああいう形でいろいろ他の世界から入ってくると面白いですよね。そう、今新日本プロレスで活躍しています斉藤昭俊、はい、プロレスになりたかったんですけれど大学行って水泳やったら全日本のチャンピオンになっちゃったと、で夢を捨てずにやってたら巡り巡ってレスリングのリングに上がれたというですね、はい、そういう珍しいケースだってありますから。そうですね、女子の選手がそれをできないという理由はないんですよね、まあ、そういうケースが出てきて当然だと思いますけどね、はい、リング上は長谷川と下田ですが、さあちょっと長谷川もねチャンスですから、まだねファイトがおどおどしてるんですよ。一つや二ついいとこ見せないとこんなチャンスはないですからね。長くリングにいる必要ないですから、これと決めたものをリングに入ってからキュッキュッとやった方がいいんじゃないですか。今もすぐ神谷につなぎましたよね、そんなに手数持ってるわけないんですから、新人ですから。今のネックブリーカーのリアクションを見るとこれは新しいファンが多いと読んだですね。そうですね、どよめきって言うじゃないですか、新しいものを見たときにはどよめきが起こりますよね、で今まで全日本女子をもう丹念に見てきたファンにとってはネックブリーカーっていうのは定番なんですけどね、まあ、下田の方はちょっと独特のありますからね感じが。これはでも前女スタイルですよ今のネックブリーカーなんか、ああやっぱり、リアクションがありますね。神谷なんかにはとってはとても今日あたりは僕チャンスだと思いますよ、存在は地味なんですけど結構派手な技を好んで使いたがるというところがありますからね。そうですね、あとで重い戦闘なんか落としてくれたらみんなおっと言うと思いますし、男のファンにはですね
UWF 女子版に見えるんですよ。今体着てるもの。ああそうですね。今の政権好きなんかもいいですよね。今から毛先量を出しましたね。手下げりの人が今日は引退後でしますから、はい、それを意識してのことかな。同期ですよね。ちょっと見たことないですからね。神谷選手は神谷選手でそれなりに新しい面を自分で開拓しようとしてるんですね。そう、長谷川もあんまりおどおどせずに、でも難しいでしょうね。三田は長谷川が出てきたらこっちのもんだってことでしょ、やっぱり。そうでしょうね。まあ、いつでも仕留められるんじゃないですか。でも2人としたらやっぱりこれ長谷川じゃなくて神谷から、ね、フォールを取りたいところでしょうけどね。三田下田は上を狙える選手ですからね。あ、コンビネーション出ますね。おお。え、あ、これで、これで終わっちゃちょっと、これで終わっちゃちょっと寂しい、ね、要するにまだ全日本女子その1って言いますか、入門編ですからこの試合は、ありがたいと言いますか、なんて言いますか、まあ、神は器用ですからね。そうなんですよ、いろんなことやりますから。地味なのは顔ですよ。なるほど、はい、体つきもそうかもしれない。そういう面で、まあ、風貌ですね。要は風貌。体つきは要するに特徴がないんですよ。背が高いわけでもない、太ってるわけでもないっていうか。でもそばで見る、そばで見ると随分立派に太ってますよ。もちろんもちろん、どっしりしてますからね。よし、これチャンスだ。ダメなんだよ、長谷川そこで。あ、逃げちゃう。長谷川がですね、今下田をいい形で、ね、引き止めておけば。あ、困ったな、これ。やられた。長谷川すぐコーナーに引っ込んじゃおうとするとか危ないですね。そうですね。いや、自分が出ていいのかしらっていうような、戸惑いだと思いますよ。試合になっちゃったら本当もっとずずしくやっていいと思うんですよね。これ先頭かな。軽く決めればよかったんだけど。おそらくですね、先ほど気がついたんですけれども、新しいファンのことをお話ばっかりするわけじゃないんですけれども、はい、ブリッジでフォールをクリアしますよね、ここの選手は。はい、あ、これがあれです、新しいやつです。あ、決まりました。これオリジナルですね、三田のオリジナルで。そうですね、世田谷の地元でやった時に開発したという、初公開した技です。三田、下田、なかなかいいとこ出せたんじゃないですか、今日は。そうですね、まあ、かもなく、かもなくというか、まあ、かもなくといいますか、でもオープニングマッチではしてはちょっと、やはり水準以上のものを出しておかないと、はい。神谷選手、もうちょっと相当悔しかったんでしょうね。今レフに詰め寄ってますけれども、まあ、試合が終わっちゃったからしょうがないですよね。まあ、もっとやれたという気持ちはあるでしょうね。はい、見事に勝利を収めましたラスカ超ラスオリエンタレスの2人が戻ってまいりました。はい、たくさんのお客さんの前で、そして随分、ね、お客さん沸かせましたよ。沸いてました。どうでした今日の試合は。今日の試合はやっぱりね、いつも組んでる北斗選手がいないんで、やっぱり北斗選手がいなきゃダメだっていうように思われないように、やっぱり相手にもお客さんにも舐められないように一生懸命やりました。はい、そして三田選手、うまく決まりました。でももう今日この後全部タイトルとかいろんなのかかってて、もうやっぱこれであれするしかないと思って、やっぱちょっと取りたいなと思ってたんですけど、蹴りでちょっと危ないところだったんで。いい試合です。お疲れ様でした。続いては全日本選手権試合初防衛戦を迎えましたチャンピオンの渡辺智子選手です。初防衛戦というのはよく緊張すると言いますが、今のお気分はどうですか。挑戦する日よりも緊張しているのは確かです。ああ、でも本当に体の方もね、どんどん大きくなっているという感じがするんですが。あ、体重もすごい5キロか 7キロぐらい太っていると思うんですけど。ああ、そうですか。パワーもアップしてきたみたいですが、はい、今日の相手は同期生です。同期だし、ジャングルジャックだし、やっぱり負けられないっていうのもありますけど、うん、今獄門島が全員チャンピオンになれたんで、うん、絶対このままチャンピオンで続けていきたいんで、絶対今日は負けられません。そうですか、はい、いい試合期待してます。チャレンジャーの伊藤薫選手です。さあ、タイトル戦がこれ5回目。そうですね、
ジュニアに格闘技戦に全日本シングルタッグ全部1回ずつ挑戦してるんですけど、どれも負けちゃってるんで今日は絶対勝ちたいです、渡辺智子選手とは随分シングルマッチあると思いますけども。はい、そうですね、最近ないんですけど、昔はよくやってたんで、昔の頃とは自分はちょっと違うぞというのを見せなきゃいけませんね今日は。自分も違うんですけど相手も違うと思うんで、まあ、思いっきりぶつかっていきたいと思います、ね、フットスタンプ楽しみにしてます、はい。紙テープが綺麗でしたね今。オレンジと緑ですか。そうですね。渡辺の道着が変わりましたね。そう、今日は多分ですね、よそ行きですよ、やっぱりこの一戦に備えてというか、そうでしょうね、このビッグマッチに備えての新しいやつですね。これはあの全日本シングルというのは何でしょう、昔でいうとアジアヘビーのようなもんですか。あー、なるほど多分分かんないですけど、そんな感じですかね、このベルトを持った人がやはりメインイベンターへの片道切符といいますかですね、はい、あの非常に重要だと思います、はい、最近では井上京子ですとか、井上貴子ですとかみんなこのベルトを巻きましたしね、まあ、これを取ってその次ステップとしてオールパシフィック。そうですね、という感じですもんね、はい、この一戦どうご覧になりますか。とにかく伊藤の株がもう最近メキメキというか上昇してますんで、あの、結構とぼけた味だったんですけれども、今の勢いで言いますと伊藤の方がちょっと有利かなという気がします。そういう感じがしますね、はい、今はあのどっちかというとあの牽制し合ったというよりは、ビッグマッチですから顔を張ったことによってお互いに気合を入れたというふうに解釈したいですね。顔を張り合った後じゃあ頑張ろうぜということで、はい、握手しましたから、やはり自分で自分の気持ちを高めていかないと。そうですね、ちょっと今日のムードだと飲まれちゃいますよね、下手すると飲まれますね、でまたある程度お客さんが乗ってきたらいいですけれども、自分たち2本目じゃないですか、はい、まあ、そんなこと言ってられないですね、チャンピオンシップですから、はい、渡辺だって仮にもチャンピオンを張ってるわけですから、はい、で渡辺もですね、はい、まあ、一応感激の地元でこのチャンピオンになったんですけど、なるほど、まあ、その後にちょっとミスをつけたというか FMW との対抗戦で非常にちょっとこう不甲斐ないですか、不甲斐ないというか、でもまああの場外戦といいますか、椅子攻撃そして大流血を
まあでもかなり悲惨だったと思うんですよね。悲惨な結果に終わってしまったというか、ホール取られたって泣いてましたから、だからそういう面で、まあ、ファンの見るのがちょっとあると思うので、それを挽回したいという、要するに例えばシューポルに乗ったすごい流血の顔の写真ですよね、あれで渡辺智子っていうレスラーが面白いと思うですね、ファンもいると、不甲斐ないというか FM 負けちゃったから弱いという思っちゃうファンもいると思いますけれども、やはりあんだけ気持ちが表現できるといいますかですね、渡辺というレスラーはどんなやつなんだろうと思って、妙に渡辺智子に興味を持ってくれるファンがいるかもしれない一方では、まあ、ただあの試合というか試合前にすごい絶戦があったんですけど、まあ、それでああいう形結果が出てしまったんでやっぱり体がどうしても強いと思うんですよね。団体対抗戦に絶戦はつきもんですよ、やっぱり自分たちの方が強い叩きのめしてやるって言わないわけいかないですから、胸借りますと言ったら対抗戦になりますかなりませんよね、いやだから言うからには責任取ってほしいという気持ちはありますね、あの言うからにやったらそれだけのことを言うからに、そうですね、でも今日は緊張度高いと思いますよ選手は。序盤戦はちょっとなかなか静かな展開という感じなんですが、やはりこのクラスはスピード売り物じゃないですか、まあ、伊藤なんか本当に長くなれば長くなるほど味が出てくるというか、そうなんですよね、そういうタイプですからね、ですから下部急上昇というのは勢いの面なんですよね、技術的な面でいうと試合の序盤戦から真ん中からずっと、まあ、なんて言うんでしょうね、後半戦に持っていくときのリズムのあまり変わりがないんですよね、それは、それはしょうがないと言っては、まあ、しょうがないですけれども、静かなスタートからだんだん自分を盛り上げていって最後にバーンと爆発するという選手いますよね、どちらかというと弾球がないんですよね、それほど。あ、そうですね、それはそうですね、伊藤の良さっていうのはこの間同期同士のタッグですか、コラケンで、タッグマッチ同期だけのありましたね、あの時にバッと渡辺に長谷川先へ伊藤が、あの時にもう終わって一人ケロッというかピンピンしたのがこの伊藤だったんですね、まあ、スタミナ面ではもう本当に、あれは伊藤の前者マット1ですもんね、素晴らしいところというかすごいところですよね、ただそれは伝わりにくいですよ、そうなんですよね、あんまり、長くなればやっぱり伊藤のもんじゃないなとこの試合にしても思うんですけど、そうですね、また渡辺が今日この試合を非常に強く意識してですね、いつもよりも違ってちょっと変わったことをやろうとしているのか、それともいつもの通りの自分で押し通すつもりなのかと、まだ今序盤戦ですからあんまり見えてないですよね、まあ、うまいですね、伊藤はですね、今日このタイトル初めてだと思ってたら、2回目なんですね、挑戦、そうですか、前に長谷川がチャンピオンの時に挑戦してて、でさっき本人と話したんですけど、私これでもタイトル5回目の挑戦なんですって、いつの5回目でしょう、格闘技選手権とかもあるんですよね、挑戦してるんですよね、バットに挑戦してるんですか、そうです、一時よく流行った時ありまして、その時挑戦してるし、まだ全日本タッグもありますしね、選手自分で何回目のタイトル戦って覚えてるんですね、今回は5度目らしいんですよ、だからそうしますと全日本シングルが2回、格闘技1回と全タッグで、全日本タッグが2回でしょうね、だからそういう面では、まあ、そろそろちょっとベルト欲しいというところみたいですけどね、印象が淡い色なんですよね、色が白い割に水色が薄緑のブルーですから、そしてシューズが白、そして髪の毛は短くて顔がはたぼうとちょっと印象が本当にほんのりと淡い味なんですよね、もうちょっと毒があるとすごく面白いんですけれども、全場の場合はこのクラスのタイトルマッチというのが、常にもう第一とか第二でやっちゃいますからね、どうしても印象が強いですね、選手たちも、まあ、なんて言うんでしょうね、ジュニアクラスのタイトルという意識持っちゃうんですね、きっと、だからそういう面ではやっぱどうしてもこのタイトルマッチというのは印象が薄いですよね、まあ、男としてはどんなタイトルでもある程度まあ上の方でやるじゃないですか、後半3つ以内というか、それはいきなり大試合でやったりするのが、まあ、この場合ザラですからね、まあ、でも今日はとにかく印象付ける絶好のチャンスですよね、そうですね、
本当はこのシングルというのは2本目あたりのシングルというのは非常にお客さんの気持ちを引っ張っておくので非常に重要なんですよね。重要ですね、重要です。今日はカメラマンの数多いですね。多いですね、渡辺も今あ客席後方ですね、やっぱりこのお客さんの数を見たら なんかそっちに行きたくなっちゃったんじゃないですか。あ音がすごい。ここは体育館の床が木ですよね、はい、今ボコンという音がしますよね、上から見ると本当に今お客さんの頭の数がすごく多かったですね。そうですね、みっしり入ってますね今日は。もう入場時の時あの井上京子がリング上がって、はい、2階席をぐるりと見渡してなんか満足そうな顔してうんうんってうなずいてましたよ。そうです ね本当に満足そうというかよしこれだったら燃えてやるって感じでしょうね。彼女は井上京子とアジャは特にですね、私たちが全日本女子だという意識を強く持ってますから、当然そうでしょうね、私らの戦いがイコール全女であるという、はい、だからもちろんねこれは自分たちのお客さんだという意識がありますからね、あちょっと失敗しましたね。いつものあ場外フットスタンプ。しかしこれは一方しか見れないのが残念。おーから伊藤のペースになってきましたね。なんか小さい体で大きな椅子を、珍しいですね伊藤がこんなにラフに走るというか燃えるのは。ここでリングに上がったからツーンって言ってほしいですね。もうちょっと結構シャイじゃないですかこの選手、なんか今場外ランとやってきた選手じゃないような顔してリングに戻ってきますからね。リングに戻ってきたらどうだ見たかというですね、やってほしかったですね。まあそこが伊藤らしいというか、まあポーカーフェイスがいいという人もいますしね、みんながみんなね自己主張の塊じゃ困りますから。でも何食わぬ顔してフットスタンド落とすとかまたいいという感じもしますし、あれは嫌な技ですよ。ある選手がですね、先にお便所行っとかなかった時なんか、非常にしんどいって言ってましたね。ションベンちびるというやつじゃないですか、はい、すみません、失礼しました。もともとあれですか、渡辺は足首やってますか。膝のサポーターがですね、道着着てるから分かりませんけれども、先ほど会場前に、体育館の中をうろうろしていた渡辺を見ましたらですね、はい、両足にかなり大きいサポーターをつけて、あーそうですか、大きなサポーターの下にさらにテーピングという感じでしたから、あまあ、悪くないはずないですね、まあ、はずはないでしょうね、両膝でしたよ、しかも。まあ、道着着てるんで分からないんですけど、そうですね、今のヒップアタックはリアクション良かったですね、今やヒップアタックのバリエーションかけてはこの人がナンバーワンですからね。そうですね、セカンドロープからのもありますしね、はい、ロープ飛ばされてカウンターもあるし、ありましたありました、なんか今日は2人とも硬くなってる感じがしますね。そうですね、ちょっと予想気になっちゃってですね、あまり出てないっていうか、まだまた声があまり出てないじゃないですか、ちょっと揉まれかけてるんですかねお客さんのこのムードというか、はい、はい、でもかなりこれはお客さんの方はじっくり見てると思いますよ今。そうですね、まあ、後半またすごいのがたくさん並んでますからまだ少し、そうですね、でも伊藤はこれすごいですね、シャチホコ、かなりシャチホコ、膝が悪かったらかなりきついんじゃないですか。そうなんです、もうすでに今シリーズから膝を抑えてますよね、しかも伊藤は、
テリーパー選手はこれで膝靭帯を伸ばして3ヶ月休場になったんですよね。逆肩指で、片指、まあ、逆指だったんですけれども、またあの UWF インターのマーク・シルバー選手、これも逆指固めで膝靭帯を伸ばしたと。ですからあの 逆指というのはもともと背骨技じゃないですか、やはあのところがこう絞り上げるときに膝も引っ張るんですね、かなり、今なんか膝をまだ持ってましたからね。そうですね、それでダメージを関節に2箇所なんですね。だからあ怖い技なんですね、それで、地味なんですけどね。新日本プロレスの若手なんかの必殺技はやっぱ逆指じゃないですか。そうですね、はい、あの新日本の若手の試合見るとね、デビュー戦はほぼ逆指で負けてるんですよ。やっぱりこれはきついんでしょうね。絶対にギブアップさせて任すと、そういうなんかあれが感じますね。逆指固めは必殺技なんですよ。そうなんですね、やり方によっては、またトヨタ選手のようにやられてもやられても唐揚げやらなくて平気な人も中にはいますけれども、あだいぶ渡辺きついですね。ちょっと腰きつそうですね、渡辺としてはあの FM のあの後の関東近辺でのビッグマッチが今日なんですよね。そうですね、だから本当はお名番会じゃないけども、そういうとこ見せたいとこなんですけどね。ちょっとこれだと逆かなという感じで、ちょっと運が悪いですね。さあ今度は成功、今度は成功した。これは本当に渡辺のオリジナルですから、丁寧に丁寧に使ってほしいですね。そうですね、一回失敗したじゃないですか先ほど。そしてこれだ、そしてこれだ。やっぱり道着着てる人はね、投げを打ってくれないと。フォール行く時なんかやっぱ柔道出身ですからね、袈裟固めとか横四方とかやってほしいですね。あと今の投げにしてもやっぱバリエーションをね、伊藤の引っ張らなくてもバリエーションが欲しいですよね。無理やり引きずり起こして起き上がりこぼし一本攻めとかさ。そうですね、逆一本攻めなんか、左足取ったやつなんかも欲しいですね、そういう研究心がちょっともうちょっと欲しいなと思いますけど、あ、これはおそらく一本攻めですよ。あ、これは結構最近、これがですね、フィニッシュになると、今の技がもうちょっと磨きがかかってフィニッシュホールドとして使えるようになるととってもなんか魅力的なんですけどね。そうですね、今ちょっと弱かったですね。自分も乗っちゃった方がいいかもしれないですよね、大技2つ出ましたけれども、あ、これはマンジですね、ですか、はい、逆サイドからのマンジでしょうね。足がちょっとフックが満足にできてないという感じがしますけれども、これ渡辺もでも攻め疲れでしょう。腰と膝痛めてますから、はい、結構相技きついんじゃないですか。自分の方も自分の方も疲れちゃうというか、今面白い体勢から入りましたね。さあこれはダメだ、よく見てました。あ、出た。ここからが面白いんですよね。5、6回やってほしいですね。うわー、きついきつい、なんとか金返した感じですね。まさか、いきますか、まさか、いきますか、行けって感じですね。あ、これも得意、これも得意ですね。かなりいいタイミングで今裏カンラダーは決まりましたよ。今で良かったですね、渡辺も確かに伊藤のフットスタンプ読んでましたね、はい。まあ、フットスタンプは自爆してもダメージないからいいですね。あ、これはジャックナイフ、かわされちゃうと本当にバックボーンだけですから。そうですね、はい、ジャックナイフも久々に見た気がしますね。そうですね、これはなんか女子プロならではの技なんですけど、はい、あ、むず、あ、これは伊藤チャンスですよ。ジャックナイフを狙ったんですけどね、絶対チャンスですよこれは。今度こそ、これはきつい。そして、あ、これはサマーソルトですね。サマーソルトの金本コーチみたいですね。そうですね、
これはもう矢継ぎ早に、これはチャンスね、もうどん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 行った方がこれは大チャンスですよ。今日はボディプレスですか。あ、パスタ、なんか絶対に自分の技で決めたいんでしょうね。うわ、あるな、これは決まりましたか。伊藤は自分の技にこだわってこのフットスタンプ使いましたね。何度もフットスタンプ使いましたから、今日は自分の技へのこだわりがちですね。はい、あの逆一本背負い、このトップロープからの先ほどの一本背負いありましたね、はい、やはりあの自分の必殺技に対するこだわりがちょっと淡白でしたね。あ、それは言えますね、はい、それは言えます、ね、あの執念深さで伊藤が勝ったような気がします今日は、はいはい、まあ、伊藤これ初体感ですね、初めてですね。あ、そうですね、初のシングル王座、珍しくきつそうですね伊藤も。ちょっとスタミナ云々よりも、重圧に今日はちょっとプレッシャーが、そういう感じがしますね。そんな感じですね、うわー、渡辺のダメージが大きいですね。やっぱりあのフットスタンプ恐るべしですね。恐るべしですね。認定賞伊藤薫殿、あなたは川崎市体育館で行われた全日本女子協会認定全日本女子選手権試合で見事勝利を収めましたので、ここにチャンピオンベルト認定賞を贈呈を与えます。平成年1月26日全日本女子協会を受賞しました。藤井様より勝利者賞の報告が受かります。5回目の挑戦で念願のベルトを手にしました伊藤薫選手です。おめでとうございます。どうもありがとうございました。どうですかこのベルトの感触は。いいです。やっと取れましたね。はい、でもここで喜んでまた次に行かなきゃいけないんで、これはバネにしたいと思います。バネにして、はい、ああそうですか。でもやっぱりフットスタンプっていうのは大切な宝物になりますね。そうですね、最後フットスタンプで決めようと思ったらちょっと遠すぎちゃってベチャやっちゃったんですけど、でもやっぱり最後は絶対フットスタンプで取りたかったんで、上げてもうちょっとやっちゃったんですけど、うん、でも見事な、ね、最後の決めでした、はいはい、おめでとうございました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。タッグリーグザベスト92の公式リーグ戦です。堀田南の両選手に来てもらいました。非常に強い相手には勝つんだけども取りこぼしもあるっていう、気を抜いちゃうからいけないんですよね。だから今日の1点は大きいので、うん、必ず取ります、ね、はい、はい。そして南選手は今日の試合どうですか。そうですね、やっぱり今日の1点は絶対取りたいですね。本当にこのベテランが非常に最近元気がいいんで我々も非常に楽しみです、はい、頑張ってください、はい。続いて青コーナーの井上貴子テリーパワー組ですが、吉田選手との、ね、はい、パートナーということだったんですけども、はい、残念ながら怪我で。そうですね、まあ、でも先長いんで、うん、吉田とは来年のタッグリーグでは組んで絶対優勝を狙いたいと思ってますんで、ね、ニューパートナーのテリーはどうですか。あんまり組んだことないんですけど、うん、でもすごく力があって、私、うん、力ないんで私のないものを持っててくれてるんで、うんうん、どうにかそれをうまく活かせればいいなと思ってます。あ、なるほどね、いいコミかもしれないですね。そしてテリーが久々に戻ってきましたが、How do you feel? I feel incredible, and it's really good to be back. Today, tag league match, very important. Got an incredible partner. I've got the power. We're up against two incredible veterans in this sport, Hota and Minami. Hota, very, very strong kicks. Minami's very speedy. But like I said, I've got an incredible partner, and I've got the power.
ね、いいパートナーということで、はい、まあ、堀田みなみも相当強いということですけども、はい、我々のは勝つように言っておりますので楽しみにしたいと思います。さあ今日初めてのタッグリーグザベスト公式戦ということになりました。そうですね、はい、まあはっきり言って堀田南組にとってはもうこれ決勝に残るか残らないかでえらい違うと思うんですよね。なるほど。あのイメージ的にもう本人としては是が非でも決勝というか、まあ、あの優勝戦線に残りたいと。そうですね、いうところだと思いますね。井上貴子テリーパー組というのは、まあ、本当に新しいコンビといいますかね。ええ、まあ、テリーパーは帰ってきたという感じですね。久々ですよね。ええ、3ヶ月ぶりですね。膝の手術で帰ってましたから、はい、もういいんですかそれは。だいぶ、うん、だいぶいいですけど、もう一回、手術するようだという感じがしますけれども、とりあえず試合ができる状態になったんで、帰ってきたという感じですね。今回は来年の4月までずっと居座るそうですから。あ、そうですか、はい、やっぱりでかいから分かりやすい、決してうまいとは言えないラリアットですけどね。あ、ミナミも意地でラリアットと返してる。やっぱり、うん、あの前場の中ではやっぱりうまさという点では全くあれですけれども、あ、これはいいんじゃないですか今なんかね、あのとりあえずタッグリーグザベストの公式戦にエントリーしたチームですよね、高子とテリパワー、はい、ですからもう全員と戦わなきゃいけないんですから。そうですね、もう今回は自分たちがタッグチームであるという意識を強く持って、コンビネーション考えた方がいいですよね。あのデビーマレンコ長谷川早紀江の場合はもう完全にこれチームじゃないですか、はい、タッグ歴も長いですし、はい、かなりオリジナルのコンビネーションサポを持ってますけど、この2人もとりあえず全員と当たるわけですから、もう私らはチームであると、考えていただきたいですね。まあ、それはまいい勉強になるでしょうかね。そうですね、テリパー試合から3ヶ月遠ざかってたわけですから、ちょっと動きどうなのかなと思って今見てましたら、そうですね、もともとうまさというよりはパワーで押すタイプじゃないですか、ですからまだ、まあ、ラリアットしか出てないですから何とも言えないですけれども、はい、でも体がいいってことはいいですね。見栄えしますね、遠くから見てもでっかいですよね、やっぱり、はい、
まあ、テリーパーダが途中から参戦したということで、このリーグ戦はもう連日のようにリーグ戦を消化してるわけですね、はい、そういう面では非常に厳しいと思うんですけど、あのでも本人は毎日試合やった方がいいんだって言ってますね。まあ、優勝を狙う運動というのはちょっと無理、まあ、この時点ではね、そういうあれとかは外れかもしれないですね。あ、そうなんでしょう、クロスラインですね。堀田がなんかコーナーで手ぐすね引いてるじゃないですか。多分堀田登場すると結構、あ、よし、ありましたね、やっぱりリアクションがありますね。あ、膝ですかこれ。そうはいかないでしょうね、力だと。うわ、うん、やっぱり力技に頼っていった方がいいですね。テリファーはうまさじゃもうやっぱり他の選手かなわないですからね。そうですね。あ、ちょっとこれダメか。でもこれめげずに、堀田も手数を出すことですよね。そうですね、最近はもうその点はめげなくなりましたから、はい、いいですね。ヒールキック得意にしてる割には、当たる場所がなんとなくあやふやなんですよね、いつもね。うわ、お横から来ましたね。まあ今のは大丈夫でしょう。よいしょ、ずいぶん早い時間に出ましたね、片足キックが。あ、そうですね、おお、テリーパワーにもやりますね。これは来ましたね。さすがナチュラルパワー、みなみ。内容だと体重があればあるほどきついでしょうからね、やられる方は。そうですね、また、このテリーパワーの膝の状態から言うと、4の字固めなんて一番やられたくないはずなんですけどね。その辺を狙ってやってるのか、そうですね。また今回スポーツドクターの人に自分の膝の形と同じ形したサポーターを作ってもらったそうなんです、はい、あ、そうですか。ギュッとその要するに自分の膝のが悪い膝にポコッとはまるような形のサポーター、それをカバーする長いリングブーツで来てるわけですね。あ、なるほど、これは新しいデザインなんです。そしたらこれをですね、このリングブーツを見た小川広報部長がですね、はい、昔なんかジュディ・マーチがこんなの履いてたよとか言って、気悪くしましたね本人は。おばさんだと思ってますから。まあ大ベテランですけどね。そういえば履いてましたね、はい、これエルボー、よいしょ、うん、いいリアクション取ってますね。他にやる選手いないですから。そうですね、何年やってますかって言われたって、今日もやってますって言った方がいいですよ。これも、これは面白い、これも堀田オリジナル。あ、蹴られるぞ。井上孝子はどっちかというと蹴られ弱いですか。そうですね、どっちかといえばそうですね、でもでも結構この人体でかいですし、重いの、頑丈ですよ、お尻なんかすごい大きいですからね、可愛い子ちゃんタイプなんだけども、でも実際にはかなり体がでかいと、大柄という感じですからね。そうですね、本当は僕この人ヒールの方が合ってると思うんですけどね。まあ可愛らしすぎますからね、ちょっと。そうですか。まあ、すごい、はい、あれきついでしょうね、あれ一度山田と堀田がやり始めたら流行っちゃって、あ、誰にでもやるらしいですね、ですね、よし、テリパー、いけって思いませんか。これはいけなきゃダメですよ、うん、まだね、どうやっていいのかなっていうのは戸惑っている部分もありますしね。全日本女子の場合、どんな荒っぽい技でもやっちゃった者勝ちってところもあるじゃないですか。そうですね、あんまり見ちゃダメですね、どんどんやった方がいいと思います。躊躇せずに行った方がいいと思います。もう
顔面にドロップキック入れるようなつもりで、巨体の割にいい打点というかジャンプ力のあるドロップキックやりますからね。クリッパーにはぜひ逆上がりを見せてほしいですね。あのスキンキャット、はい、そういうんですか。猫の皮剥ぎって言うんですよ。あれ見たいですよね。でもあれ自分が落っこちる場面あるんですよ。勝手あれものすごい腹筋が必要らしいですよ。あれでしょうね、腕、だけじゃないですよね、南なんかも対抗戦になんか出してみたいなっていう感じがしますね。そうですね、ひょっとしたら素晴らしいアスリートはいないですからね。南なんか、それこそ他団体を相手にした場合、女ジャンボツルタ耐えるんじゃないですか、最強になるかもしれませんね、ひょっとしたら。そういう期待があるんですよね。とにかくアスリートとして素晴らしいもの持ってますからね。体のバランスが非常にいいですね、どこもかしこも大きいですから。そうですね、その点ではもう他団体に、ね、全然及ばないというか、そこのものは持っていると思うんですよね。まあ、身長がありますよね、で体重がありますよね、で太ったところはないですよね、で動けるし、大技持ってるし、駆け引きできるし、じゃあなんでこう筋力まで素晴らしいらしいですね、ベルトを持ってないかというですね、とにかく筋力が優れたというか。なるほど、体全体の力がすごいらしいですね。距離入ろうとしてるんですけど、なんかチートしてますね。まだ参加しきってないですね。やはり言葉は通じない中でプロレスやるというのはすごく大変なことだと思いますよ。でまあネビンマンレンコそれやってきましたからね。はい、デビンマンレンコと比べるとデリパンが妙に大人ですから。そうなんですよね、なんかコロナ禍にまた全場は非常に若いですから落ち着いちゃってるんですよね。すごくなんか大人の感じがしますよ ね大人っぽいんですよね、考え方とかもまた。でも試合はちょっとガキっぽい方がいいと思うんですけどね、もっとギャーッとなるような。そうですね、いや全然これからのレスラーですよ、レスラーとしては、テリパーはもうちょっとカットなるところがあった方がいいと思いますけど、まだまだ、いやこれからだと思いますよ。この人の面白さが出てくるのは、はい、今は僕スコットホールというような感じがしてますから。あーなるほど、さあいった、よし、タイガー分かりやすいじゃないですか。テリーバカダブルアクサンドルってやつですね。あちょっと爆発してほしいですね、ここらで。パワースラム行こう。よし、あーやった、まだまだスパーサッパーありますからね、アバランシュスラムとか、あの、ジャンプ力ありますよね。よいしょ、なんかちょっとフォーム歩けずにですけれどもこれ完成品だったら大変なパワーサッパーになると思いますよ。そうですね、今なんかコンビネーションも本当に荒削りですね。荒削りなんですよね闘志は出てると思いますよ。でもギロチンドロップの高さもかなりありましたしね。はい、あ、離さない、そう、パワースラムもちょっと荒削りでしたね。そうですね、もっと、ね、あれが健介選手のように ね空中で2人の体がなんか密着したまま飛んでるという状態だったら、もっと素晴らしくなると思うんですけど、なんか離れちゃってますもんね、ああ今のきついですよ。もう一発いくぞ。お、危ない。結構いいぞこれは。2連発。
何かこれこだわってますね結構。意外と井上貴子今もうぼーっと水見てしまったんだけど、割と地味な技に締め技好きなんですよね。そうですね、膝十字ありますしね、なぜか。あ、強引に持ってくるところがまたいい。そうですね、今度は何でしょうね、ブレンバスターでしょうね。やはりそれほどレパートリーありませんから。さて、お、これは長いぞ、体育時間は長いぞ。これはデイビーボーイスミスと僕は呼んでます。あ、完全に止まってますね。動いた。でもやっぱちょっと荒削りですね、いまいちね。まだまだ考えながらプロレスしている状態ですよね。そうですね、なんか、パッパとこう反応していかないっていうのがありますね。さあ、なんだ、あ、結構危なかったですね、今。南にとっても重そうでしたね、テリファー。うわー、ダメだ。あ、これあれなんかは若手時代の南の必殺技じゃないですか。後方回転エビアタメ、そうですね、本当にスモールパッケージって感じですよね。こういう技がテリファー一つあるといいんですよね、トップロープものが、今度はフランケンシュタインでいきますかね。なんか何があるんでしょうね。落とせ。さあ、チャンスですよ。よいしょ、戸惑いがありますけれども、まず一つ一つの技はいいんですよね、スムーズさと。ちょっとラリアットが使いすぎですね、ちょっと多すぎるって感じがしますけど。まあそうですね。さあ、出た。あ、今セーブ、今危なかったですよ、非常に、はい、南は全部高いですからね、角度が。あ、生き返った。高子も、テリーパワーとのコンビでは自分が引っ張るというのは意識持った方がいいかもしれないですね。あ、もうそうですね、そうすると、あれ、あ、今のも惜しかった。危ういフォール多いですね。危ないですね。3回ほどありました、はい、はい。この戦闘を食らったら大変だ。あー、食らった。あ、これはダメだ。最近は決まりますね、あれ。そして、はい、あー、よく今のなんかもうダメだろうっていうパターンですよね、はい。あー、よくカットに出たと思うわ。よいしょ。二度目です。あーっと、もう一回。あ、これはさすがに。あ、これはあれですか、カリビアンスプラッシュですか。狙ってますね、独特の流れ式。あ、これは決まったでしょう。まあ、あんだけ分断されちゃうとしょうがないですね。テリーはテリーで、よくセーブしたと思いますよ。そうですね、そうですね、本当はあまりタッグチームとして根拠がないコンビですよね、テリーパワー、井上貴子、非常に難しいコンビですけれども、はい、もうこの際チームということにして、しばらくやってみたらどうかと。そうですね、堀田と南に関しては本当はもうちょっと横綱相撲ができていい相手なんですから、ちょっとピンチが多すぎたというような気もしますね、はい。でも今日の井上貴子悪くなかったです、まあ、貴子パワー組悪くないと思います、これから面白くなると思いますね、はい。
見事な勝利を収めました堀田南の2人がこちらの方に戻ってまいりました。お疲れ様でした。最後はカリビアンスプラッシュ、はい、ですね、タイミング狙ってました。狙ってました。あの外人のテリパワーが結構力が強いんで、うん、どうにか落としてから取らなくちゃ、ね、ということで、はい、うまいタイミングで、南選手も好フォローでありましたけれども落とせない1ポイント、ね、そうですね、勝って嬉しかったですけどやっぱりテリーには力負けしてます、はい、そうですか、はい、でもベテランペアがまた1ポイント追加でね、これでかなり優位な形になりました。ね、はい、どうもお疲れ様でした。オールパシフィック選手権試合、まずはチャンピオンの井上京子選手に話を伺ってみたいと思います。さて今日は2度目の防衛戦どうですか。そうですね、あのチャンピオンって言ってまだチャンピオンらしく全然ないんですけども今日は勝ちたいですね。なるほど、はい、今年あんまりね、はい、去年みたいに目立ってないなっていう感じするんですけれどもそうですか、うん、あ、じゃあ今日目立ちますか相手は北斗ですけど、はい、いろんな会場で、ね、30分ドローとか決着つかないこととか多いんで手の内すごい、ね、分かっちゃってると思うんで今日はいろいろ考えてますんで。あ、そうですか、はい、じゃあ期待していいですね、はい、頑張ってください、はい、そして挑戦者の北斗晶選手です。さて今日はチャレンジャーということになりました。はい、うん、後の試合には団体対抗戦もたくさんありますね。その中でこのカードどうですか。そうですね、やっぱり今いろんな団体がうちに挑戦してきてでもやっぱりうちの素晴らしさを見せるには全日本女子の同士で試合をしなきゃうちの素晴らしさっていうか分からないと思うしそれを見せられるのは私と京子だと思います。なるほど、はい、じゃあ頑張ってください。いつになく非常に気合の入った北斗晶です。井上京子は大観衆が似合いますね。まあ乗ってますね、うん、乗った、対照的でしたね。北斗は全くコーナーから動かず対して、あのね、今日はタイトルマッチですしね、はい、久しぶりにシングルのこういうなんて言うんでしょう舞台っていうんですか、まあ、北斗選手もちろん
本当になんて大舞台バレしたあのとにかく離れしたレスラーなんですけれども、はい、今日はあのレンジ姿でなくて白い普通のサテンのジャケットで来ましたね。そうですね、今日の試合なんかは白いベルトあたりは普段着だっていうことなんでしょうか、それともどうなんでしょうね、そういう意識があるのかもしれないですね。いわゆるあのハンニャのお面とレンジシというのはよそ行きじゃないですか、はい、それとも今日はラスカチョーラスでなくてシングルの北斗晶を見せるという意味なのか、そういう意味合いもあるかもしれないですね。面白いですね。あの試合を見ながらそういった意味合いというのを探っていきたいと思います、と思いきや北斗の水着も実はお乳だ、あの両腕にこれフリルがついてますよね、これはデザインそのもの、色合いそのものは今までと同じですけれども、はい、やっぱりよそ行きですね。京子もそうでしょう。京子もあの、はい、デザインは同じなんですけれども大体そうですね、染めのなんか割と染めが違いますね、はい、あのこういう T シャツあの人よく着てますから染めの、しかしこれもったいないですね、この前半戦で行われているのが、いや前半戦って思わなくて、今日は全部が全部メインイベントみたいなもんですから、これコラケンとかだったらもうあの文句なくメインイベントになるカードなんですけどね、なんて言うんでしょうね、まあ、それだけあのいかにすごいのが今日揃ってるかというラインナップが揃ってるかということなんでしょうけど、そうですね、で、まあ、これ王者が京子で挑戦者北斗で前コラケンですか、あの IWA の時もそうですよね、だから割とまあなんか逆のイメージなんですけど、うわー、いきなり来た、なめんじゃねえぞってところですね。そうですね、まああいう北斗が好き、調子に乗ってんじゃないぞって感じですか、ひょっとしたら、後半戦に行く前にですね、一気に前場のレベルというものをですね、みんなに教え込むといいますか、見せるためには一番これ格好のカードかもしれないですよ。そういうことですね、そういう意味合いでこのラインナップというか、そうですね、前半の最後に来たのと思うんですよね。何、女子プロレスってこんなすごいのというようなね、まずその印象を残して後半につなぐと、そういう、意味があると思います。いきなり行きますかね。早くも行きますか。あ、来た来た来た、数えとこう。大丈夫です、お客さん数えてくれますから、ね、拍手が湧いてますね。いいですね、20超えたらなんか止まらないですよこれ。30超えました、30超えましたよ。何回だったんでしょう、結局34、5回ですかね。この目が回るパフォーマンスっていうのも美味しいんですよね。しかしこれは実際回ってるでしょ、こんだけやったらこれだけやったら大サービスでしたね、今のね。前半戦でこのジャイアントスイングを出しちゃうということは、はい、面白いものを5つか6つ今日は隠してきましたね。ああそうでしょう、井上京子はね、まだこれは序の口というところですよね。そうですね、あと驚くもん、この人はよく考えてますからね。まず序盤戦でおっと言わせて、それからまあ自分のペースに持ち込んで、またみんなが常にみんなが考えているところのある部分以上のものを用意してこないと気が済まないですからね、きっと僕らが見たことない技もなんかやっちゃうって感じがしますね、あたりは。まあ、特に今日は多団体の選手がたくさん来てますから、まあ、そういう目が光ってますから余計に気合がもう入ろうというものだと思うんですけど、そうですね、まあ先ほど試合前ですか、はい、まあ、今日試合には関係ないんですけども、もう一つの女子プロ団体 LLPW の、カンドリー忍、風間留美をはじめとする選手がみんな来てましたか、客席に座ってさすがにお客さん気が付いてあのドットどうしますと4団体が全部
だ間接的には一応4団体が揃ったということですね。そうですね、まあ、ただ LLPW の連中は前の話とか聞いてますと、まあ、このオールスターズにあまり興味ないと、対抗戦自分たちの、固めるだけで固めるのが先決だということで、今あまり、ね、興味を示してない、ね、はい、コメント出してたんですよね。それが今日来たというのは一体どういう心境の変化というか、それちょっと興味あると思うんですけどね。それはフロント要するに風間凛美選手とかの場合はフロントとしての発言になるわけなんですよね、はい、風間選手はまあ選手も選手ですけれども、はい、どちらかというとこれからはマッチメーカーというかプロモーターとして考えた方がいいですよ。あ、今やらせなかったですね。あ、やりますか。やっぱりファイターは感じるんですよ、やっぱり。そうですね、まあ、カントリーも同じようなコメント出したんですよ、ただやっぱり今日は様子を見ておきたいと、見ておこうじゃないかというんで来たと思うんですよね。そうですね、どんなものかというんで一つ一つ丁寧に出しますね。それにしても井上京子は技の正確さでは世界一じゃないですか。様式美なんですよね、そういう面では井上京子は短い時間は一番嫌でしょうね。絶対にある程度の時間やりたいっていうタイプでしょうね。そうですね、自分の持ってる、もちろん勝負も勝負なんですけれども、それより自分が持ってる技術を一つ一つ皆さんに披露するというタイプですから、それができないと非常に不満が強いですよね。そうですね、この人は全日本が好きですから、全日本の目いっぱいやるという20分以上ですか。なるほど、どんな試合でも目いっぱいあるというあれがすごく好きですから、やっぱり常に毎試合自分の持っているのを出さないと気が済まないというタイプですね。そうですね、いつもいつも同じお客さんが見てるわけではないですから、興味に来てくれたお客さんに最高のものを提供するというですね。でもやられてる北斗もたまったもんじゃないですよね。体大きい方じゃないですからね、はい、テクニック合戦になったらもちろん井上京子に分があると思うんですよね、だけれどもある程度喧嘩マッチ後半戦我慢比べになったら、やはり北斗晶怖いですよ。あ、それは怖いですよ。あと弾薬戦ですね、蹴りとかじゃなくて要するに往復ビンタの弾薬戦になると、なんかその喧嘩のなんていうでしょう、気合っていうんですか、では北斗にかなう選手いないんじゃないかなと思います、ね、あの人の張り手は本当すごいですよ。よくたまに控室で後輩とかを殴っても見たことあるんですけど、すごいですよ。張り手の痛さそのものじゃなくて、北斗選手の肩からこの立ち込めるこの煙のようなものですね、あれが怖いんじゃないかと思うんですよね。そうですね、やっぱりエネルギーでしょうね、体は割としょっぱいものがありますから、これは危ない。体がやや小さい部分、技を危険なもの、危険度が高いんですよね。そうですね、の場合は、はい、それは一番意識しているところですね。ノーザンライトパワーボムといい、今のパイルドライバーといい、うわー、これを離さないで返し技に持つのがすごいですね、やっぱり。そうですね、北斗ならではですね。割としつこいものになってますね、組み立てが。絶対間を置かないんですよね、もう絶対に繋いでいくっていうか、まあ、今日はでも特にこのまあ対抗戦がたくさんある中で、はい、まあ、これ唯一の普通のタイトルマッチというか試合なので、まあ、ちょっとこう見落とされはしませんけど、注目度でやっぱり落ちますよね。その中で2人がどう戦うかっていうのは気になるところですよね。特にそういう状況になればなるほど、北斗っていうのは絶対私が一番任せてやると。そうですね、そう思うタイプですからね。どっちかというと新日本なんかで言いますと、メインイベントじゃない時で行われた長谷対武藤とかね、そういうタイプ、まあ、ライガーじゃないですか、ライガーとかね、そういう試合みたいな感じがしますよね、本当は私たちが一番なんだぜっていうところが見ていて非常に分かっちゃうという、そういう意識はすごく強いですね、自分たちの中ではね、はい、雰囲気がやっぱり英語ではアニメーテッドって言うんですけれども、はい、表情が豊かですから応援しやすいんですよね、井上京子というのは。
あと体の動き自体が本人が意識してなくてもコミカルな部分がありますから。そうですね、はい、うん、まあ、これはもう天性のもんですね。天性プラス計算が、緻密な計算がありますから井上京子は。まあ、その客席にで今見てる、はい、あの LLPW の軍団の、まあ、カンドルですけど、はい、うわ、うわ、まあ、思うにはカンドルなんか結構この前場で意識するっていうのは、まあ、この北斗じゃないかと思うんですよね。そうですか。お互いにそうかもしれないっていうか、そんな気がしてるんですよ。やっぱりどちらも体つきとか、はい、あの殺気というか凄みというかかなり殺気で言うと通ずるところがあると思うんですね。殺気で言うと北斗カンドルでしょうね。そうですよね、だから結構その点でお互い何も接点はないんですけど今のところ、はい、意識しているところあると思うんですよね。なるほど。またあのカンドル選手の場合はこの女子プロというジャンルの中で、はい、本当に数少ないアマチュアスポーツで頂点を極めてプロサイトしてしまうんですよね。非常に数が少ない、ですからもう本当に全日本の選手の場合は根っからのプロじゃないですか、はい、それこそ15、16の年から、プロフェッショナルとして戦ってますから。まあ、北斗カンドリー、興味深いですね。おお、これはみんなびっくりしたんじゃないかな。しかしあれで驚いていたらトップロープに飛び乗る、飛び乗ってのエルボーはどうかという、でもちょっと腰を気にし始めてますから、だいぶ今サソリプラス腕取り で、ちょっと長かったですからね、すごかったですからね。でもあんまり心配する必要ないって感じなんですよね、井上京子に関してはタフですからね。あ、今早かった、サソリと見せかけて弓矢型ですか、サソリ弓矢って感じですね。ちょっとでも、スパイス変えるんですよね、この選手はね、他の人と同じ入り方もしないんですよね、ロメロスペシャルなんかもね。一つじっくりきますね。まだ時間はたっぷりあるぞとなんか自分では思ってないですが井上京子は私のために時間はあるという感じでそんな感じかもしれないですね。としてはもう当然後輩にチャレンジしているわけですからそういう屈辱があるわけですからここらはちょっと勝たないと。そうですね、でも以前の全日本女子プロレスに比べれば先輩後輩という絶対性はなくなってきたんじゃないですか。それはなくなってくると思います。やはりある程度年数5年以上経っている選手というのは、もう技術の差というのは個人差だけになりますから、年数の差じゃないですよね。3年ぐらいでもう差が出てきちゃってますから。はい、たただコラケンの IW でも負けてますし、やっぱりそろそろ先輩の意地というかね、それはあるかもしれないですね、うわ、これはもらっちゃったですね。顔面をかすめましたね、本当にただの回し蹴りだって言えば回し蹴りなんですけれども、角度がある、スピードがある、ということで本当に見栄えがしちゃって大技になっちゃうんですよね。技の一つ一つが一言で言うと鋭いというか、北斗の場合は鋭さを感じるんですよね。ギラリと北斗もまたかなり様式美ですよ、フォームなんかの綺麗さがかなり感じられます。これはちょっとじっくり来てますね、二人ともね、大技をやってから締めるという感じですもんね。簡単に大技言っても
もちろん取れないというのがあるんでしょうから、はい、相当じっくりダメージを与えてという両方の作戦なんでしょうね、はい、そうかもしれないですね。あ、そうだね。この対戦とプロップ何がありますか。あ、どっちも譲らない、譲らないですね。あ、さあ飛び込んですか。あ、プランチャー。まずはプランチャーですね。でも空中のフォームが美しかったですね。素晴らしいですね、本当に小さな体を大きく見せているというのがまさに北斗ですね。なんか飛んだっていう感じがするじゃないですか、あの中には落ちたっていうような感じの人も中にはいますから、います、います、はい、大丈夫ですかね。ちょっと今頭打ったんでしょうか、井上京子は割と腰痛めるタイプっていうかなんですよね。あ、そうですか。やっぱりパワー逆に自信あるだけにどうしても負担がかかってしまうっていうかところあるんですか。要するに飼いの力じゃないですけれども、腰踏ん張って持ち上げる技が多いじゃないですか。そうです、そうです、だからまあ自信はあるんですけどやっぱりどうしても無理がたたってしまうっていうのがあるよね、あ、今度は上手いか。これは素晴らしい。さあ北斗のペースですね、っていうのは本当にどっちがあれですね、あの北斗と京子、今日どちらが二人のうちでどちらが緻密な計算をするかでしょうね、まあ、それが分けそうですね、明暗を分けそうですね。そうですね、やはりシングルというのは大切じゃん、あのこの人たちにとって大切なんですよ ね、 そうですね、通常タッグ多いですから、はい、まだ狙ってますか北斗は。もうやっと自分のペースにをつかんだからここからでしょう。あ、北斗待ってられないって感じですね。あ、今度はリング内ですか。よく立ってられますよね、あんなとこで。そうですね、考えてみたらかなり長い時間立ってくれたんですね、うわ、出た。このミサイルキックの高さが、これが怖い、ええ、本当にこの人のミサイルキックは上から飛んでくる感じですよね本当にね、あの美しいですねフォームがね、横に蹴るんだと上から飛んできますからね。今度何がありますかね。まだもう一回ですかね。またミサイルでしょう、じゃないですか。背中にミサイルキックって場合もありますしね。あ、違いましたね。あ、切り返された。あのかなりダメージを負ってるように見てちゃんと見えてるんですね、井上京子には。まあそういうことでしょうね、だからもうこのダメージは僕信用するのやめよう死んだふりってやつですか、うん、ジャンマンやらせない。おっと危ねえってことでしょうね、おそらくですね大技に関してはかなり見えてますから、はい、井上京子が気をつけなければいけないのは今のような回転もんでしょうね、うわ今のすごかったですよ、ああやって引っこ抜いちゃえばジャーマン完成しますから、一発目どうしてもジャーマンできなかったのは少しなんていうんでしょうね、掴んだ瞬間に北斗に見破られたんですね。そうですね、あと騙し合いですから。これはさあエルボーでしょう。しかし腰が心配だけどやってしまう。素晴らしい。素晴らしかったですね今のもね、相変わらず素晴らしいですね、あ、行くよってすっかりおなじみのこのポーズですね、あ、珍しい切り返し。やらせないですね本当。珍しい切り返しでしたね、軽さならではってところがありますね、
重心をうまく移動したんですね。そうですね、持ち上げられちゃった瞬間に、その向こう側まで行っちゃったんですね。そうですね、これも返した。素晴らしい、素晴らしい背面アタック、ああやって防ぐ方法あったんですね。自爆させるのも一つですけれども、大一番はいろ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 出ますね。自爆させるのも一つですけれども、さあ今度は北斗がアピールしましたよ。あ、ノーザン、あ、返した。恐ろしい、なんかレベルがストーンと向こうが行っちゃいましたね。レベルが高いだけじゃなくて、なんかもう今までのあらゆるパターンをなんかさらに超えちゃいましたね。まあ、これは全場が誇るカードですか、黄金カードですからね。でも本当にさすがにその期待に応えるだけの、どうやって勝負つけるんでしょうかね、お互いに。お、珍しくホットコール、ホットコールって珍しいですよね。そうは言ったってところですね。この高いジャーマン、背は高くないけども高く見せてしまうというのがすごいですね。いや、跳ね上がってるからね、昔の初代タイガーマスクみたいな、はいはい、上から落ちてくるやつですね、相手が。そうですね、怖いですよね。落下というかバックドロップの意味もあるんですよね。でも自分のブリッジに自信ないとできないですね。できないでしょうね。これは 5m 飛んでのボディスプラッシュってありますよ。あんなに飛んで、あ、やられた。飛んだだけに無防備に膝が来ましたね、今ね。剣山が待ってたってやつですか。ええ、それは、ま、近かったらそれなりにね、飛んだ分体が完全に開きついてるじゃないですか。そんなところにね、もう下からキッチン進行を食らったようなもんですから、そうダメージが大きいですね、それだけ。これは本当に騙し合いの試合になってきましたね。まあ、今日としてはここがチャンスですけど、2回は食らわないと思いますよ。うわ、これも下から足が来ましたか。避けるのに精一杯で、それ攻撃に直しちゃうっていうところがすごかったですね。さすがですね。やっぱり僕らが見たことないパターン5、6個用意してきましたね。もう分かんないですね、勝負は。いや、もうどこでついてももう不思議じゃないってところでしょう。ええ、お互いにもうありとあらゆるパターンを出しちゃいました。これはもう完璧。わあ、決まった。最後に自分の必殺技を完璧に決めた北斗選手、これはもう文句ないボール勝ちですし、ね、ボール勝ちですし、完璧に勝ったって感じですね、今日は。そうですね、勝負で、はい。北斗選手の白ベルとってもいいもんですよね。まさにでもあのフィニッシュを出すチャンスをずっとがかってたという感じですね。相手のダメージを見計らって、ま、井上京子は決まるか決まらないかというところでナイアガラのポーズを見せましたけれども、北斗は最後の最後までローザンライトパワーボムの素振りも見せずに最後に一発だけピシッと決めたって、そのなんか勝負にもうちょっと固執してたって感じですね。もうさすが北斗という試合でしたね。お見事。勝利を収められましたので、ここにチャンピオンベルト認定勝負にその栄誉
素晴らしい試合でした。はい、本当に北斗らしさがもう、そうですね、もちろん井上京子らしさも十分出てましたけれども、あのしたたかさで今日は北斗が勝ったって感じですね。上回ったって感じですね。もちろん井上京子もものすごくしたたかなリスナーなんですけれども、その上を行く、なんて言うんでしょうね、したたかさとずるさと全部持ったリスナーですね。あの北斗晶は非常になんかこのベルトはこういう勝負で勝って巻いたベルトじゃないですか、はい、最後の最後まで、もう今まであまり注目されなかったパシフィックのベルトですけれども、これからは北斗のベルトとしてもっともっと価値を高めていってほしいですね。そうですね。あ、北斗マイクを取りましたよ。何でしょう。はい、カントリーが言いました。お前よ、全日本女子が興味ないと抑えてんだろ、なんで見に来てんだよ。その通りですね。お前本当よ、やりてんじゃねえのか。お前やりてんだったら素直にやらせてくださいって来い。そんなことないな、でかいじゃん。挑発ですね、これは。これ以上はないという挑発ですね。あ、リングに向かいましたよ。まさにこれ以上はないという感じのセリフですね。ハーレー斉藤ですか、喋ったのが。なんか筋が違いますね。まあ北斗の度胸もすごいけど、カンドリーもまたふてぶてしい。でも貫禄ちょっと違いますよ、やっぱり北斗の方が5倍ぐらい迫力がある。試合後にあれだけ言えるんですからね、やっぱりすごいですね、はい。オールパシフィック選手権新チャンピオンの北斗晶選手です。どうぞおめでとうございます。まあ、素晴らしい試合だったんですけれども、最後にちょっとケチがついたような感じありましたけども、カンドリ選手に一言ありますか。別にね、あの野郎。向こうに来いという話もありましたけれども、あっちが頭下げてくんのが普通だろう。やりてんだったら頭下げてこい。どんだけ強いか試してやろうじゃねえか。その全日の中で戦っている北斗晶選手ですけれども、このベルト戻ってきましたね。そして新しいカチョーラスを結成して初のベルトになりました。そうですね、今の私にはベルトは関係ないから、ただ自分の地位を置くには必要だと思うし、こだわりたくない、ベルトには。今の私には関係ないというのはどういうことですか。いろんな団体がね、こうやってね、うちに挑戦してきてる中ね、ベルトなんだのってね、内輪でね、こだわってるだけじゃない、ダメなんだよ。このベルトも他の団体とかけてやろうじゃないか。じゃあ、なるほど、という新チャンピオンです。これよりバイソン木村選手引退セレモニーを行います。
バイソン木村選手は昭和42年3月9日東京都目黒区出身、昭和61年全日本女子プロレス入門、同年8月プロデビュー、獄門島時代には全日本タッグ王座を獲得、同期のアジャコング選手と独立してジャングルジャックを結成し3WA タッグ王者に君臨、獄門島との放送の中で昨年1月の髪切りマッチ、11月の花網タッグマッチで激闘を繰り広げ、10月にはオールパスティック王座を奪取いたしました。必殺の毛先切りチョップを爆発させる魂のプロレスで多くのファンを集めましたが、今年6月のジャパングランプリアジャコング戦を最後に、ここ思い出の会場川崎市体育館で6年間の現役生活に別れを告げます。それではマスコミ各社より記念品の贈呈でございます。まずはじめにデイビスポーツ社事業部桑原様より記念盾の贈呈でございます。デイビスポーツ社事業部桑原様より記念盾の贈呈でございました。続きまして、フロム A 山下様より記念パネルの贈呈でございます。フロム A 山下様より記念パネルの贈呈でございました。続きまして、ナイタイレジャー編集部山下様より記念写真の贈呈でございます。ナイタイレジャー編集部山下様より記念写真の贈呈でございました。続きまして、週刊ファイト編集部赤平様より記念品が贈られます。週刊ファイト編集部赤平様より記念品が贈られました。続きまして、週刊ゴング編集部原様より記念トロフィーと記念パネルの贈呈でございます。週刊ゴング編集部原様より記念トロフィー記念パネルの贈呈でございました。続きまして、週刊プロレス編集部次長獅子倉様より記念パネルの贈呈でございます。週刊プロレス編集部次長獅子倉様より記念パネルの贈呈でございました。続きまして、フジテレビジョン全日本女子プロレス中継小林ディレクターよりトロフィーおよび目録が贈られます。全日本女子プロレス中継小林ディレクターよりトロフィーおよび目録が贈呈されました。続きまして、全日本女子プロレス工業株式会社代表取締役会長松永隆より金一封の贈呈でございます。全日本女子プロレス工業株式会社代表取締役会長松永隆より金一封の贈呈でございました。ここで祝電が届いております。木村さん、お疲れ様でした。僕も IWGP のチャンピオンになり夢を叶えることができました。
木村さんも第二の人生でも夢を叶えてください。 IWGP ジュニアヘビー級チャンピオンウルティモドラゴン。その他、控室の方にはプリンセス、プリンセス様より花束も届いております。それではバイソン木村選手、友人、知人の方より花束の贈呈を行います。まず初めにホリプロダクション佐伯玲子様より花束の贈呈でございます。佐伯玲子の玲子さんはテレビ朝日独占女の60分でバイソン木村選手にプロレスで挑戦いたしました。ホリプロダクション佐伯玲子様より花束の贈呈でございました。続きまして元禄エンターテイナー宇治神一番様より花束およびメッセージが贈られます。お疲れ様であった。そなたが戦った全日本女子プロレスのリングでのそのごついファイト、熱き涙をプロレスファンは絶対に忘れないであろう。第二の人生もバイソン魂の毛先チョップできっと切り開いてくれると信じております。フォーエバーバイソン、ゴーゴーバイソン、本当に本当にありがとう。そしてご苦労様、大儀であった1990年11月26日ファン代表カップ記録宇治神一番、宇治神一番様より花束あるメッセージが送られました。続きまして株式会社クレアコネクション木内様、松岡様、そしてバイソン木村選手のお母さんでございます木村恵子様より花束の贈呈でございます。クレアコネクション木内様、松岡様より花束が贈呈されました。続きまして全日本女子プロレスで一緒に戦いました仲間より花束の贈呈が贈られます。まず61年同期のレスラーでございました高橋美香様より花束の贈呈でございます。同期でございました高橋美香様より花束の贈呈でございます。同じく同期でデビュー戦の相手をいたしましたダーレン大橋選手、大橋様より花束の贈呈でございます。デビュー戦の相手でございましたダーレン大橋様より花束が贈られました。続きまして小倉由美様より花束が贈られます。そして全日本女子プロレス選手会を代表いたしましてブル中野選手より花束の贈呈でございます。
選手会を代表いたしまして、ブル中野選手を花束の贈呈でございました。続きまして、共に戦いました同期ジャングルジャックの仲間より神谷美織選手より花束の贈呈でございます。同期神谷美織選手より花束が贈られました。そして最後にジャングルジャックとして名タッグを組んできたパートナーアジャンコック選手からお別れのメッセージと花束の贈呈がございます。勝手にやめやがってバカ野郎。二人で苦労してジャングルジャックここまで大きくしてきましたけど、あなたは勝手に先に辞めてしまいました。私はこれから一体どうすればいいのかよく分かりませんけれども、今日はあなたの目の前であなたを送るためにブル中野に勝ちます。だからしっかりその最後見届けてください。セコンドついてくださいお願いします。今までどうもありがとう。ジャングルジャックパートナーでございましたアジャンコック選手よりお別れのメッセージ、そして花束の贈呈でございました。それでは最後にバイソン木村選手よりお別れの挨拶でございます。こんな素晴らしいプロレスに出会えて、こんなにたくさんのいろんな方に出会えてすごい幸せでした。最後にアジャのセコンドについてバイソン木村は終わりたいと思います。今まで応援ありがとうございました。それではバイソン木村選手を送る10カウントゴングでございます。